M 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。L 級の紹介性型として1939から40年度計画で8隻が建造された。基本的には L 級と同一の設計であるが、竣工時期が遅かったことから、第二次世界大戦開戦後に L 級に施された改正が当初から施行されている。 本級は L 級の紹介性型として1939から40年度計画で建造された。全長をわずかに拡大した以外は基本的には L 級と同一の設計である。装備も L 級の後期立て造艦のものが概ね踏襲されており、艦砲としては50口径 12cm 砲を連装のマーク XX 砲塔3基と組み合わせた。 連想法として3機搭載した。これは最大行角を50度に増すとともに単独不行に対応した新型法であった。射撃式装置も L 級と同様でマーク 4TP 法以、e、外に FKC 射撃板及びアフック射撃板が搭載された。また、春工時期が遅かったことから第二次世界大戦開戦後に L 級に施された改正が当初から施行されており、21インチ4連装魚雷発射艦を1機とする一方、対空兵器として45口径10.2センチメートル、単装広角砲及び39口径40ミリメートル4連装機銃1機を搭載するとともに、戦艦機になり物入りで導入されたにもかかわらず、威力が乏しかった62口径12.7ミ、mm、リメートルを、 廃止して、信号環境の両側に70口径 20mm 連装機銃2機を搭載した。レーダーの更新も進められ、早期警戒レーダーは286型から290型へ、そして、ミルンでは1943年の改修で291型へと更新された。また目標補足レーダーも272型、そして276型へと改修されている。 重量増大に対応するため、マーンなどは前、小柱をラティスマストに改造している。スコッチ社で建造をされたマラータは、被爆による資料喪失のため、列艦より遅れて巡航した。1944年まで本国艦隊に所属し、続いて地中海に派遣された。三隻が第二次世界大戦で失われ、 残った5隻のうちマスケティアは1955年に解体、4隻は1958年にトルコに売却された。建造当初の官名はマークスマン。ありがとうございます。